ブルーユニフォームと東京エンパワーユニフォームいかがでしょうか。ありがとうございます。さあ少しデザインの詳細をお伝えさせていただきますと、2019ブルーユニフォームの最大の特徴は肩から袖口、脇やパーツに共通のラインを施すという往年のスタイルに、袖のリブと合わせることで現代風に仕上げました。さらに4年間使用した胸のスワローズロゴも一新し、新たなブルーユニフォームが完成しました。また東京エンパワーユニフォームの方はスワローズの応援カラーでもあるグリーンを中心とした配色にしながらも、ブルーユニフォーム同様に肩から袖口、脇やパーツに共通のラインを残し、胸の東京ロゴも合わせて一新しました。さあそれでは選手にね、直接新しいユニフォームの感想を聞いてまいりましょう。はい、山田選手、今日は新しいユニフォーム着てみてどうですか。そうですね、着心地いいですし、いつも通りいい感じです。いつも通りいい感じ。ちょっと現代風ということなんですけど、どうですか、そのデザイン性は。そうですね、ライン今流行ってますし、帰りに乗ってると思います。皆さんもじゃあお客さんにも帰りに乗ってもらいたいですよね。ありがとうございます。このね、明るめの緑が入っている、すごくいつも通りいいデザインだと思います。すごく似合ってます。本当ですか。で緑好きですし、自分はヤクルトのカラーで、これでまた来年頑張りたいと思います。来年頑張ってください。期待してます。さあ青木選手、新しいユニフォームどうですか。いや、さっき本格食べてたんですけど、このソースついちゃうと、あ、本当だ。なんていうことしたんですか、奥さん。そうお披露目の前に。そうなんです。せっかくの新品を。ないかですよ。まあそういうところも奥さん出して可愛いですね。ここにしっかりとソースがついてます。アップするとこじゃないんですよ、やめて。真っさらです、はい。新しいユニフォーム着心地どうですか。着心地ですか。いいですね。本当ですか。だいぶ坂上選手のヤクルト3年目なんで、緑どうでしょう、似合ってきましたね。いや、もうほんまにもう僕自身の緑みたいな感じでいいんじゃないですか。全然関西が抜けてません。ありがとうございます。さあそしてファンカンにいらっしゃった皆様、久々にね、青木選手にファンカンにも帰ってきていただきました。久々ですね。はい、I'm back。 坂口さんは関西が、青木さんはまだアメリカが抜けてないようです。どうですか、久々のファンカンの意見。いやいや、こんなにもう大勢のお客さんが入ってくれて本当に嬉しいですね。はい、今年打率3割も残しましたし、素晴らしい1年になりましたね。そうですね、去年の96回から、なんとか優勝できなかったですけど、とりあえずステップアップ の段階としては、すごくいい順位だと思うので、またさらに来年、上に行けるようにやっていきたいと思います。青木選手、個人の来年の目標というのは。個人ですか。来年はトリプルスリーしたいと思います。山田さん、どうですか。いけると思います。背番号1の継承者。思ってない、全然思ってない。何が一番難しいと思いますか。盗塁ですね。諦めます。早い、諦めるのが早い。ということで、新しいユニフォームのお披露目となりました、山田選手、ライアン選手、青木選手、そして坂口選手、ありがとうございました。ありがとうございました。記念撮影を行います。はい、選手の皆さん真ん中にキュッと寄っていただいて、